ってたから、それ飽きるよ。これはほっといてくれ。はい、今日は MC をやりますシャルフです。頑張るぞ。おうおうおう。本日の指令カードが来てます。シャルフ、天の声から届く質問に丸か×か本音で答えてください。ブザー2020の本音が聞ける回です。やーい、やーい、本音です。これにて今日の MC の仕事終わりです。ありがとうございました。ありがとうございました。天の声ですけれども、こんにちは。こんにちは。こんにちは。質問いきます。はい、はい、こうしてメンバーと一緒になれることが正直とっても嬉しい。せーの、はい。いやいや、嘘でも言え。嘘でもって言うのやめてください。嘘になっちゃうから。メンバーに会いたくない時期もあった。せーの、え、あ、ひどい。いや、あるでしょ。あ、一人の時間にしてほしい時があるよ。あ、ずっといすぎて。そうそうそう。でも一時本当にずっといたからね、うん、毎日のようにやってたから、うん、それ飽きるよ。これはほっといてくれ。わしはずっとじゃん。メンバーの中にこいつと話すのめんどくさいなっていうメンバーが最悪じゃん。一人いる。丸かバツか。それいないです。いないです。いないよ。いないよ。全員だな。ちょっと待ったよ。おい。メンバーに会えないのが続くと正直不安になる。せーの。逆になんで丸なの、ね、だって俺ら、いやいや、だって家族じゃん。だから、だからよ、俺らっていつも心で、いや、心かっこよ。何この人。当初はこの人とは仲良くなれないなと思ったメンバーがいた。あ、もういいよ。せーの、はい、いいじゃん、ほら。なんだ、誰だっけ、一番近いよな。シャルフィダンス、あの、未経験だったんですよ。で、2回目ぐらいの振り出の時に、この人、踊れなかったらぶっ殺すからねっていう、今のノリだったら分かるけど、当初何のノリも分かんない時に言われて、あの、本当にこのグループやめようって思った。マジで。ライブがなくて、ファンにも会えないと、正直、自分が舞台風になっていくと心配である。あめちゃくちゃ、これはもう、いや、もう、もう、秒だわ。え、めっちゃ分かる。出たよ。出たよ。出たよ。なんで？わかるもん。別に。なんで？普通に。そもそも、うん、そもそもアベレージないだろ。いやいやいや、全然全然。だって今日もだって俺鏡見ながら飯食ったし。やばいってそれ。そう、どんな家庭環境が。ブサイクになるって、もうブスだから。あ、違うわ。違う。これ以上、これ以上ね。違う違う違う。これどこがない。ブザーはイケメン集団や。イケメン集団や。イケメン集団や。他のメンバーがかっこいい写真を SNS に投稿していると嫉妬する。せーの。え、いいな、かっけ。うざ。怖っ。うざいな。メンバー全員の誕生日を正確に言える。せーの。振りも覚えてない。いや、まあ、丸上げたやつマジで言ってみ、ね、マジで言ってみ、右から言ってみ、右から言ってみ。俺ね、意外と覚えてるの。まず生まれたとか概念ある？いやいや宇宙人とかそういうブルーの人ボーンって違うから、スーパーマン隕石で起こってきてないから、降り立った日みたいな。4月18日。おーすごい、おーすげー、すごいすごい。正解正解。もう長いから、4月28だね。7な。今のわざとわざとな。あー、そういう関係性ね。で、近いから7月19や。そう、すごい。で、10月の21、28、おぉ。これマジだ、これマジだな、マジや。でもすごいじゃん。まあ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 、待って、近いじゃん。で、11月の14、当たり。おぉ、すごい、すごくね、すげえ。今言ったの、今言ったの、逃げるってなって、ここから行って、7月13、あ、え、あ、
あ、11月13日しかもちゃうし今何が出てた今え、11月13日でしょイエーイカンニングペーパーあったじゃん、一個前に11月13日でいいや13日テレビを決めるな神だお前は神か神だね、神このメンバーの中で大人だなと思って尊敬している人がいるせーの、すごっ、お、いない、あ、いないんだ、俺は俺一番スペックしろよ、年齢的に一番スペックしろよ、俺は俺で行く、せーの、顔がまず大人ウケてるみたいな顔がないよいやなんか圧倒的な安定感もあるやんそうそうそう安心すんのよあのブザーの仏なんですよそうそうそうマジで仏うまくいってない時にサク君を見ると後ろから攻防シーンあるよねあるよね韓国の前だと露骨に発達してかかるやつがいるせーのそれはヨヤであるなんでなんでお前もだからやばいよお前もだからショートコントだから展開の待ち方誰かやってまあショートコントやってショートコントいやちょっとチェンジしておいやりにくい次の方どうぞ待ったこれ絶対する絶対その足だ絶対する絶対これ得点会の時のゆうやくんの真似俺がやるわはいじゃあゆうやくんあげすぎ。あれはあげすぎ。上向いてるだけや。身長的にはこれだから。わかるわかる。もうちょっとファンの方に接し方が上手くなった方がいいなと思うメンバーがいる。の。なんかシャリ君かな。いや俺これあげてて自分なのよ。なんかすごい相談されるの。なんか話したい力はすごいあるけど。話せなくなっちゃうんだけど何喋ってる可愛いかよそんな相談してたのいやそうそうそうやばあいつのここを直してもらいたいとクレームを出したいメンバーが今いるせーのそこまでじゃなまあそういうとこだようんそういうとここの2人はまあもうセットですねあの動きが遅いああ、はいはい、掃除もあまりできないタイプ掃除はできる自分のテリトリーをこう分かってない言わせて言わせて全部が俺のテリトリーだと思ってるこの全てお前神やんやっぱ神やんやっぱお前神だ神あのゆうやなんですおすぐ寝ちゃうのこの人ああ寝るの確かにこの人よ子供寝るびっくりするよだって事務所の社長と話してんだよこうやって寝てんの確かにやばいそれは本当にやばかった本当にやばかったすいませんでした。やるんですこの人。やばいって。なんかさっき遅いみたいに。うん。言われたじゃないですか。逆に早い。逆に早い。一緒に歩いてる時とか、あの俺がちょっと車道を乗り出てる瞬間。そんな。危ないからね。一回事故ってんじゃん。そう確かに。俺マネージャーさんと電話してた時に、あの歩いてて。後ろからなんか車だったんですよ事務所入ってきて今日俺引かれたんだよねおかしいから最高すぎて病院行ってこいまず病院行ってこい一度はセンターをやってみたいやってる人は今後もセンターをやってみたいせーのいやーこれ難しいなこれ急に謙虚じゃんえだって俺もうやったことあるからいいかなって僕は大丈夫ですミーハジが一番かっこいいと思ってるミーハジがセンターやと思ってるだから自分がいるところがセンターなんでやっとうんの何言ってんの確かにうんだったよねそれはそう最後に早くライブをやりたいせーのまで動画を見てくれてありがとうございます僕たちから皆さんに大切なお知らせがあります2020年12月僕たちブザー
メジャーセカンドシングルリリース決定しました。そしてこのセカンドシングルの曲なんですけれども、まあ、だいぶ曲調がね、ゆるよみたいな曲になってまして、すごいじゃん。曲名はなんとビーみたいな曲になってますので、ぜひぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。それでは以上、僕たちがブザでした。はい、イケメン。やられたらやり返す倍返しだ。